どうもナウチンです。100英雄伝やっていきます。よろしくお願いします。さあ今日は最高率のお金稼ぎをやっていきたいと思います。今私の資金ですけども1000万あります。これはちょっと貯めすぎなんですよね。全員の装備と、武器を強化したとしてもおそらく700万あれば十分だと思います。1000万はちょっとね貯めすぎた。でこれかなり簡単に貯めることができますので、今日はそれの紹介ですね。これができるのが終盤です。もう終盤の終盤、このラストステージでやることができます。やるにあたって必要な装備などがあります。まず絶対必要な装備がこれ、激運のバッジですね。アイテムドロップ率を大きく上げてくれるってやつですね。これをエルアリカントにつけてください。エルアリカントはもともとこの激運のバッジと同じ効果のスキルを持ってます。これを必ず用意してください。でできれば、幸運のバッジ、これもあるといいと思います。まあこれまで効果があるかどうかは分かりませんけども、まあ一応装備しておいてください。とりあえず必要なのはこれですね。あとは移動に必要なダッシュブーツ、そしてモンスター避けのお守りですね。それを持っておくとさらにいいと思います。では移動していきますね。そしてこれ重要でした。サポートにはネルを入れてください。他のキャラクターでも試しましたけども、ネルが一番無難っぽいです。では入っていきます。お金稼ぎをする場所ですけども、入り口からちょっと距離があります。まあ、ちょっと投資でやっていきますので、こんな感じで進んでいってください。でこっちね、で持って上がります。そしてこっちですね。もう少しで到着ですね。モンスター避けのお守りがあれば、目的地まで敵と遭遇することはないと思います。ここですね。入りましたらばこの階段のエリアになります。ここで装備を変えていきましょう。モンスター避けをモンスター寄せに変えます。敵を寄せるようにしてください。 OK で、これで、まあ、この辺でうろうろして戦っていきます。で狙うモンスターが出ましたね。アークデーモンです。アークデーモンが狙い目です。まあそれ以外は別にいらないかな。うん、とにかくアークデーモンだけ必要です。で俺のおすすめなんですけども、シャンドラですね。シャンドラに SP プラスのルーンとかをつけて、初っ端からヒートブレスを打てるようにしておいてください。そうするとワンターンで敵を倒しきれますので、かなりいいです。残ったとしても他のキャラクターがすぐ倒してくれます。で倒しましたらば、獲得アイテムに謎のアンティークっていうのがありますよね。これが、重要なアイテムです。とにかくこの謎のアンティークをたくさん集めてください。アークデーモンは意外と出やすくはあるんですけども、もちろん出ない時もあります。出ない時もある。その時は、戦わずに逃げていった方が効率は上がりますね。まあ、一体でも出てきたら倒すようにしてください。運が良ければ1体から2つアンティークを入手することができます。あ、今回は2つですね。22ゲットです。今回は1体だけですね。1体だけの時もまあまあ倒して OK です。一体も出てこなかったら逃げてください。余裕、まあ、とにかくこのブレスが強すぎるので必ず入れておいてください。雑魚戦ではね本当に使えます。あ、今回は何も出てないですね。こういう時は逃げましょう。あ、出ましたね。このアークデーモン4体出ることがあるんですけども、この時が、最高に効率がいいです。多分、アンティーク8個出ますね。8個入手できると思いますけども、どうだろう。さあどうだ。
こんなもんさ。アンティーク8個、44ですね。で、2つに分かれてるんですけども、片方が外れ、片方が当たりっていう風な感じです。うん、どっちが当たりなのかはちょっと分かんないですけども、多分下の方が当たりなのかな。うん、でエルアリカントに激運のお守りか激運のバッジか、あれを装備することによってこれぐらいアイテムが出るので必ず装備してください。で階段のところはちょっと動きにくいなっていう人は外に出てきても OK です。この外のエリアでもアークデーモンは出現します。でここでね、30分ぐらい戦ってると、アイテムがいっぱいいっぱいになります。いっぱいいっぱいになる。でそしたらば機関石を使って帰りましょう。そして帰ってきましたら鑑定していきましょう。ほんの5分ぐらい戦っただけでこんだけアンティークが溜まってます。これを鑑定していきますね。上の方はもう外ればかりです。うん、外れが6000円、当たりと外れが、まあ、半分半分あると思ってください。できればねこのね外れの方は捨てて、当たりの方だけ持ち帰りたいんですけども、まあ当たりの方を捨てちゃうとちょっともったいないので、ちょっとその判別方法っていうのはまだいまいち分かってません。おそらく、アイテム欄の上の方が外れだとは思うんですけどね。下が当たりで、鑑定の時は下の方が当たりになるのでそうだとは思うんですけども、いやーちょっとまだそれはね試してないですね。まだか。そろそろ当たりゾーンに、あ、来た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 、当たりゾーンに入りましたね。当たりゾーンは1個当たり10万です。10万、めちゃくちゃ美味しいでしょ。この10万がポンポン出ます。うん、おそらくほんの5分間ぐらい戦っただけで10個ぐらい入手できてるんではないでしょうか。ま、とりあえず全部鑑定しますね。それでは鑑定おしまいですね。いくつになったでしょうか。あ、10個ですね。うん、外れが9個で当たりが10個。うん、ほんの5分間戦っただけで、100万入手することができました。うん、まあ、こんな感じで速攻でお金は貯まりますので、まあ、かなり終盤ですよ。かなり終盤になるんですけども、お金はすごく必要になってきますので、あそこで金策をやってみてください。まあ、序盤からできる金策っていうのもあるんですけどね。またそれは、後日紹介していきたいと思います。まあ、とりあえず終盤はめちゃくちゃ簡単にお金稼ぎができますので、ぜひやってみてください。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。